モスクワフ主教マカリー一世。リアサを着用し、黒ブークをかぶり、パナギアと胸掛け十字架を首からかけて、左手にジョトキを持っている。マカリー一世、俗名は、ミハイル・ペトロビチ・ブジュガーコフは、1879年から1882年まで、モスクワ及びコロムナのフ主教であり、ロシア科学アカデミーを含む多くの教養のある、社会団体のメンバーであった。 1841年、キエフ神学大学を卒業、1851年から1857年まで学院長を務めた。彼のよく知られる研究所として、政教定理神学があり、ラテン神学の方法論に依拠しつつ、1847年から1853年にかけてロッカーにわたって刊行された。この著作は、 定理神学の分野における古典的著作とも言われ、1889年8月に上田進による日本語訳が出版されている。1866年に代表作であるロシア教会誌の刊行を開始し、この著作によってマカリーは最も知られることとなった。最高傑作であるニーコン宗主教時代の宗主教性について書かれた第12巻は死後出版された。 棺は、イタリ生産者聖セ,セルギー大修道院の生信女、終身大聖堂内に安置されている。16世紀に、同盟のモスクワ不死教マカリーがいるが、16世紀のモスクワ不死教は全ー氏の不死教として、舌座主教であった。一方、本記事の19世紀のモスクワ不死教は、舌座主教ではなかったため、同一の位としては、世としての連続したカウントがなされない。 後者すなわち、主座主教ではないモスクワ府主教には20世紀に、マカリー2世がいるためカウントされる。従って16世紀のマカリー府主教は単に、マカリーと表記される。一方、本記事で扱う19世紀のマカリー府主教は、マカリー1世として表記される。本記事のマカリーは姓をつけて、マカリーとして書かれることもあるが、通常、聖教会では、主教、 修道士に性をつけて表記するのは稀である。ありがとうございます。